はい、こんばんは。今回はね、葉っぱを描いていこうかなと思ってます。で、葉っぱはね、まあいろいろ形がありますよね。なんか丸い形とか、なんか尖ってる形とか、まあいろいろあるんですけど、まあ、最初にいろんな、まあ、形を、まあ、5パターンぐらい描いて、その後にね、桜の葉っぱを1枚色付きでちょっと大きめに描いていこうかなと思ってます。で、これがドクダミですね。よくみんなにの家とかに家の近くかな生えてるんじゃないでしょうか。で、ドクダミとか、あとはひまわりとかですね。あ、で、これが桜の葉っぱです。結構定番ですね、葉っぱとしては。で、あと大きな丸い、これハスの葉っぱですね。水に浮かんでる感じのハスの葉っぱです。で、あとモミジと、あとイチョウを描きます。で、こんな感じですね。モミジは大きくこう7つぐらいの、なんか、なんていうんですかね、出っ張りがあるのがなんか特徴ですね。はい、これで OK です。で、次は桜の葉っぱですね。桜の葉っぱを1枚大きく色付きで描いていこうかなと思っています。ちょっと太めの、ペン、なんか 0.75mm ぐらいのちょっと太めのペンと、あとは色鉛筆で描きます。こういうね、イラストを描くときはペンが太めの方がいいですね。普通のボールペンだとちょっとこう色が薄くなったりとか濃くなったりとかして、綺麗に描けないときが多いので、太めのペンを使ってあげると、こういうイラストはね、描きやすいかなと思います。で、葉っぱはこれで OK です。桜の葉っぱはね、ギザギザしてるのが特徴です。で、あとは色塗りですね。で、結構ね、膨らみとかがあったりするので、そこをよく見て描きます。葉脈のところはね、割とへこんでるのが特徴ですね。葉っぱはね、まあこういう動画を見て描くのもいいんですけど、実際にね、まあ、桜なら多分その辺に生えてると思うので、1枚葉っぱをちょっと取ってみて、絵をね、実物を見ながら絵を描くのが一番いいですね。まあ普通に、まあ、インターネットで桜葉っぱとかで検索すると、それだけでも写真がね、結構出てりもするので、そのなるべく実物を見て描いてあげるのがいいですね。絵は大体こんな感じで完成です。まあね、葉っぱも描いてみると結構奥が深いので、よくね、観察して描いてみるといいんじゃないでしょうか。よろしければね、チャンネル登録お願いいたします。またね。